毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな父ちゃんそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。Once more! 毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな父ちゃんそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんを歌いました。2018年。7月の31日、火曜日、みそかだね。みそかね。火曜日のみそかですね。7月最後ですね。の生存確認を、今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に配信してます。はい、こんばんは。あ、どうも、森脇さんね。前泉さん、どうもね。こんにちはね。どうもね。ありがとうね。こんにちは。今日は早くてよかったね。ありがとうね。ありがとう。うん。音声聞こえるかな、大丈夫かな、うん。やっぱスマホは手軽でいいね。さて、早速お夜食行こうかな。音声大丈夫ね。うん。どうも。うん。じゃあ今日のお夜食行こうか。今日早いから。うん、まだよかった。重金までなんとか。今日はね、駅前の京成ストアで買ってきた。今日は駅前の京成ストアでね。今日は駅前の焼肉やろうと思って。焼肉。ネギの塩焼きか。ネギ塩焼き。焼肉用。アメリカ産。
吉野島町売ってたよ。300円の 40% 引きか。島町107円、これね、こんなやつ 40% 引きで、これを焼こうと思います。まあ今日は北だからさ、そこの台所のフライパンで、こんにちは。今日はこれね、島町の焼肉とね、焼くまでに時間かかんでね、ちょっとね、これ食べよう。枝豆入り湯の花、これも半額か。枝豆入り湯の花半額だったんで、これを行こうと思います。じゃあこれね、枝豆入り湯の花ね、すぐ食べるものとしてと、島町行きます。で、ちょっと焼いてくんね。うん、じゃあそこ、うん、どうも来ないね、前、うん、ワクサワさん、どうもね。うん、ワクサワさんは登録してくんないのかな。さっき大川さんはね、さっき帰ってきたら登録来てたけどね、ワクね、よかった、ワクサワさんもね、登録お願いしますね、友達登録ね。うん、じゃあこれ焼いて、今日これ島町行く。一回食ってうまかったね。でもこれで293円か。まあ300円弱の 40% 引きだからね。見てこのかなと思ったんで。じゃあこれ焼いてくるからね。今日は島町だな。これ味付けなんで、このままでいいやな。このままでね、どうもね。うん、そうだね、しょうがない、スマホはそうなんだよね。うん、できるまで飲もうか。はい、今夜も飲み物はね、昨日と一緒でハイボールいきます。ハイボール、ハイボールね、ハイボールのレモンいきます。どうも大川さんはね、あれね、あれさっきも言ったけど、今日帰ってきたら、Facebook のページ開いたら、友達登録してたんで、送りましたよ。うん。そうか。まあ今、島町焼いてますんで、焼けるまで、湯の花つまみながら。湯の花。うん、枝豆湯の花。うん。ああ、うまい。うまいね、湯の花ね。これ半額だから100円しないんだな。うん、90円ぐらいか。じゃあハイボール、安くていいよな、これな。はい、乾杯。どうも、大川さん本名だったんだ、知らなかった。僕本名だったんだね、大川さんね。Facebook、ね、そうだもんね、本名しかできないもんな。本名じゃなかったら、後々削除されるからね。うん、
足は速くてよかったね。うん、よかったよかった。今度はね、日曜休みなんだよね。一日だけなんでね、今度山に行こうと思います。今度山に行こうかなと思ってる候補はね、武蔵野エリアの、あれ西部の反応から先ね、あるじゃん、の低山行こうと思ってね、考えてるのは、しかし上がるのからね、天元山、天角山か、天角山、この間山のすすめでも紹介されてた天角山行こうと思って、標高400メートルぐらいのね、うん、柴田山よりちょっと高めぐらいのやつ、うん、ちょうどいいかなと思って、日帰りで、うん、天角山行こうかなと思ってます、今度、土曜日曜日かな。うん、あの辺だった方がね、巾着台のついでにね、2回ほど柴田さんのことだよ。うん、お酒じゃなくてハイボールよ。ハイボールです。ああ、でもありやね、スマホは手軽でいいや、何やかんや言ってない。うん、うん、僕のパソコン安いからスペックがねえからさ、 Windows を最新にするとさ、容量がいっぱいいっぱいになっちゃうの。安いのはそこなんだよね。やっぱ X205T 言えば、ほんと最初の頃良かったんだけどさ、 Windows を最新の状態しようと思う、もうちょっと前からもうダメね。もう容量ができないわけ、いっぱいでできないの。うん、多分そのせいでね、いくら最新の Windows にするとね、音が最高なんだけど、マイクとか音がダメなわけね。こっちの音も拾わないし、向こうのパソコンが聞こえるはずの音も聞こえない。だからスピーカーから音声関連がダメなわけね。なんか結局戻して。うん、めんどくさいんだけど、しょうがないな。うん、多分それだと思うんだよね。この X205TA。Windows 最新の状態にして、この、容量のとこ見るとさ、赤くなってもあれな、帯がさ、もうわずかですって。うん、多分そのせいだと思うんだ。容量がないからさ、うまく、音声デパースがうまく入ってないのがダメなのかもしれない。動かないのかもしれないね。だから、戻すとね、以前のバージョンに戻すとすると、戻るからね。うん。うん、めんどくさいんだよ。だから最近、パソコン使わないのは、そのためモバイルでもね、なかなかね。うん、もう詳しくねえからな、そういうのうまくわかんない。こうやってこの更新をオフにするのとか、それちょっとわかんないんで、詳しい人はそれができるんだろうけど、僕はちょっとできないからそれ。一定期間は絶対更新しちゃうからね、うん、なっちゃうとしょうがないってことでもう、うん、終わるの待って、もの以前のバージョン戻すって。夜見過ぎかな、ごめんね。ヘロ動画、うん、うん、あ、ちょっと、あ、そうだね、ごめん、どうもそうなんだ。あ、前泉さん好きなんだね、動物ね。うん、あ、そう、ちょっと待って、あ、じゃあもうあれ、焼肉だよ、あれ島町を見ててね、そろそろいいと思うんで、島町
今日先ほどの島町に長ネギを加えて島町を炒めてみました。島町に炊いてね、長ネギね、こんな感じです。見えるかな。味付けもネギ塩味でついてるやつなんで、こんな感じ。島町ね、うん、うまそう。島町、うん、うん、おい、おいやん。長ネギは前も買っといたやつね、うん、で、オランダシジガシラ、いろんな金魚いるんだ。もうなんか一回だけ行ってみたコーナー、あれ町田野球大会の聖地買った時ね、一回休みの時に一回だけ降りてみた、うん、下に食料品にあるけどね、食料品も野球で買うからね、ああいうものはね、うん、でもあそこのコーナーやっぱ野球だったらジョイフルの方がね、品数多い感じがした。見てみて、うん、村上のところの野球のあそこ、あ、うちからだったらね、あそこも変わんないからな、こうなんとね、うん、野球だからだったら村上のジョイフル。ちょっとトイレ行ってこうか。食い出せるんだよね、食い出せ。ちょっとトイレ行ってくる、トイレで、ね、じゃあね、島町と宇の花でハイボールです。マチョウとウノハナでハイボールです。どうも、うんこよ、うん、どうも、うまいな、ほんとな。マチョウは油が乗せてうめんだよね、このテロテロ感がたまんないね、このテロテロ感、うん、おい、うん、で、ハイボール。カズトシさん、どうも。じゃあね、ハイボールです。どうも。もう、うん、熱いから大丈夫かな。ありがとうね。パソコンの接続のとこ、あ、直った。今やってから。今日は泳げた、あやきくんでした。
ありがとう、もぎゃくさんね。もっとちょっと上げて。お、大丈夫だ。あ、全然ね。大丈夫だ。多分音はオフして、こっちはね。音はオフ。はい。うんけど、食事食べたと物早出るんやっぱ、毅然と上から入れるとさ、大体。前にも言ってたと思うけどさ、女性なんかにさ、便秘が多いのはさ、女性の人ってさ、食事制限する人多いからだと思うんだ、ダイエットで。だからさ、大体食べるとき出るんだけど、うんことかって、食べるときに押し出されて、みんなそうだと思うよ。特に女性にさ、便秘が多いのは絶対そうやね。多いのは男性よりもさ、ダイエットする人多いから絶対と思うんだよ、僕は。あ、また、あ、音が重なっちゃう。もうよ。土曜日仕事出したら今度日曜だけなんだね。山の方行こうと思って。西武線のテーザー。何回か数え、まあ、せいぜい1日半、4、3、4、3、4回ぐらいかもしれない。平均して4回、1日に。朝から寝る前入れたら4回ぐらいかな。あ、まあ、長ネギもちょうどいいね、このタレに絡まって。そうです。土曜日、そう、11日からね、よくある、11、12、13、14、15。その時ね、奥多摩小屋に一泊して、一泊か二泊して、山行って。で、帰ってきたら墓参り行こうかなと思う、14日あたり。一泊しようかなと思って、最初奥多摩小屋と三条の小屋か、もしくは奥多摩小屋と雲取山荘のテントはどっちか、そんな感じで2泊3日考えてます。分かんないもん予定だね。ハイボールでね。はい、ハイボール。日帰りじゃない、今度の日は日帰りね、今度のは。お盆休みはね、テント泊ね。今回、前住さんも一緒にどうですか、登山。テント泊。富士山もいいかなとか思ったんだけどね。富士山は来年行こうと思って。ね、だって奥多摩小屋もだって来年の3月いっぱいだから。最後の夏だからね、奥多摩小屋はね。この夏。最後の、来年だっても。だから今回奥多摩小屋に行こうと思って、熊本でね。富士山もいいかなと思って、お盆休みは3つあるからさ。3泊、2泊、山小屋泊まってって。でもまあ来年でもいいやと思って。奥多摩小屋はとにかくだって今年最後の夏だからね。来年の3月いっぱいで終了なんで、奥多摩小屋の。あ、臭いから、いや、ごめんね。富士山は誰も勝てないよな。もう登ったの22、23だもんな。もう20年以上前だもんな。もうそうよ。だって山はそうじゃん。それはアウトドアはそうよ。基本はないよ。風呂はないね。毎日、それ以外は毎日やってくる。しょうがない。アウトドアはしょうがないね。風呂はね。島町最高だよな、島町。このテロテロ感がいいんだよな、このテロテロ感が。
まあや。なあ。今日は卯の花ね、卯の花と島町ね、島町の焼肉炒めたやつね。でハイボール。ね、ダメなんだ、マリルさん。山の上は涼しいよ、山の上は。うん、奥多摩小屋のテントもなんかで、ね、こっち北より平野部、平均より10度低いからさ。うん、10度低いよ、あれ。うん、下が30度だったら上は20度。うん。うん、大畑さん、どうも。あ、今日はハイボール飲んでます。もうないね、うらせない。まあ疲れるけどね。でも疲れるけど、もう僕はもう鴨沢国を何度も歩いてるからね、ある程度覚悟できてる。まあいろいろなこと分かる。鴨沢国が一番楽だよ、ほんと。ほんと楽。初め分かんない。僕も2、3年前かな、最初のものだったの。2年ちょっと前かな。うん、初めての時分かんなかったけどね、いろいろその後いろいろ登ると思う。鴨沢口はほんと登りやすいよ、あれ。うん、普通に登山道だもん。こんだけ小鳥さんでもね、お祭りから登る、あれなんだっけ、三条小屋経由の。あ、気をつけて。大変だ、ほんと。三条小屋から三条だるみの間なんかね、すげえ斜面なんだもん。どこに道があるか分かんないぐらい。怖かった。でも去年の、まあ1年以上まで、1年以上経つけど、ゴールデンウィーク5月去年時に、まあね、去年はね、お祭りから登ったんだ。最初山頂小屋で一泊して、でそのまんま山頂行って奥多摩小屋で一泊。なかっただからほんと分かった、はあ、大変だなと思って。怖かった。でもまあ時間はまあそう、まあ半日前でも大丈夫な調子だけど、うん、で山頂小屋はね、あそこ沸かし湯だけどね、あそこ お風呂があるからね、あそこ、うん、だから温度低いんだろうね。だから町で沸かしてさ、お風呂があるんですよ。うん、もともと沸いてるのは、うん、三条の湯って言って山田試験側ね、あそこ、うん、だから今度それもいいかなと思って、まず奥多摩小屋で一泊して、次の日山頂経由で山頂小屋行って、そこで風呂入って降りてきて、よくそれいいかなと思って。今度お風呂入ろうかなと思って。あ、ワクサーさん来たのかな。こんばんは、どうも。ワクサーさん来たの。ワクザワさん、でもよかったワクザワさん登録してね。今日帰ったらさ、あれ大川さんがね、登録を送ってきたんだって、ちょっかいしましたよ。ワクザワさんなんか来ないから、よかったらワクザワさんね、うん、登録お願いします。わかんないのかな、大川さんね。僕のとこ見たのか、もうとさっきね、もう遅いから今日は来ないと思うけどね、うん、送ってて、よかったらね、フェイスブックでしょ、フェイスブック。スマホでできるのが手軽でいいよな、フェイスブックね。うん、僕はね、スマホのデータ通信大容量にしてるからね。うん、大容量してるんだ。でもちょうどよかった、これね、ほんと。e モバイルやめたからね、e モバイルとやめるぞ、ちょうど引き換えに行きたいみたい。e モバイルより全然いいやな、こっちの方がな。
今まず結局はソフトバンクの期間になってからさ、ああね、どうしようもなっちゃったもんな、ね。今日はハイボールレモンです。今日2本飲もうかな。昨日1本飲んだの。今日はね、島町の焼いたやつ、焼肉、島町行きます。ね、うん、まあ。味付けしましょうだからそのままフライパンで炒めるだけで一緒に長ネギも入れてね、じゃあ島町の炒めたやつとこれねと卯の花、このソーダウリのやつ、卯の花、卯の花と島町、ね、こんな感じですよ。じゃあ卯の花は半額しんね、島町は 40% 引き、うん、ああうまい。これね、これは193円の半額だ、半額止めておるけど、うん、いい感じだね。これでいいよ別に。誰が多く本当太くて多数の人は見なきゃいいからさ、別にね、いいよ、そう、これで生存確認の一環だからね、うん、細く長く続けられればそれでいいと思うんで、いろんな人であるけどね。Facebook はなかなか、うん、Facebook はやっぱ安定してるよね、やっぱりね。だってもともとスマホ大体、大川さん、あ、いないよ、大川さん今いないか。まあ、前泉さんとか森脇さんわかると思うけどさ、大体スマホ買うと、最初から入ってもんね、あれ、Facebook のアプリはね。うん、それだから結構安定してて、それもいい、それも僕の気に入ってるとこ。ツイッターは僕好きだけど、ツイッターは入ってないの、僕のそうだった。ツイッターはね、自分で入れた。うん。フェイスブックは最初から入ってもんね、フェイスブックはね。うん、まあ、半額ツローでいいね、半額はね。うん、フェイスブックメイン。だからフェイスブックとツイッターやってるんで、LINE とかいろいろ今やってんじゃん。タレントさん、小杉ちゃんとかさ、タレントさんはさ、いろいろね。うん、もう手が出ない。余裕ない、僕。あ、すごい。はい。あ、でも、それ行くんだってやっぱ町田じゃないとね。ヤキロ帰ったらしょうがないね。そう。いや、あ、それ、平日に休みの日に来てもそれあったら嬉しいけどね。そう。それ行くんだったらね。町田だったら歩いても行けんもんな。よし、俺なら。野球からで絶対無理だもんな。ありがとう、情報。前泉さん、ありがとう。今度見てみるんで、検索してみる。日曜もそれにそうになるようだったら僕、土曜日、帰んないで日曜の朝、ソーブランド行ってみようかな。もう、僕、おまた見ればみんな可愛いと思うから大丈夫。穴に雨がないんで、女の子のおもたがあればそれだけで可愛いと思えるんで。ありがとうね、前泉さん。そういう、ちょっと調べてみる、ちゃんと日曜もやってるサービスなのかとかさ、ちゃんとその辺のことをね。それは、日曜もあるようだったらさ、ちゃんと。20代、もう僕、もう来て46だからね、僕。僕より若ければいいんで。幅広いと思うよ、もう20、もう。大学生とかじゃないんで、僕自身さ、46だからさ、40前後でもね、僕には可愛いんです、うん。うん。僕にはそうよ、ほんと。20代とか限らないよ。うん。40前後の女の子と僕にはたまんないわけ。僕自身ほんと46だからね。おまた出すよ、ほんと女の子のおまた。うん。はぁ、あ。職場の女の子の思ったと縁がないからさ、ね、あわよくばと思ったけど、あわよくばってないんだから、ないからね。思った大好きよ。いつも大体黙ってる時はね、思ったのこと考えてんの。大体僕はそうよ。
黙ってる時はおまたのこと考えてます。おまたノックさんのことわかるな。ノックさんがさ、選挙期間中にさ、おまた触っちゃったのね。多分あの女もさ、挑発したんだと思うよ、ノックさんのこと。それは、毎日は分かんない。前泉さん教えて、ちょっと調べてみて、今度ね。うん。毎日だったら日曜もやってんだもんね。それ嬉しいよ。入力料、サービス料込みで1万円しないんだったらね。ぜひともいい情報は、もしそれ詳しいの、僕池江さん、日曜もやってるんだと言っていきたいなと思う。絶対1万超えるのは当たり前だもんな、そのブランドね。わかんない、調べてみるね、今度ね。うん。どう調べるか、うん。だから、そこ行く場合だと、本当は、あ、そういうのがあるんだったら、そこ行く場合は土曜日は帰らないからね。土曜日帰らない。もうね、夜勤からだったら帰る。途中に出るだけで1時間ぐらいかかっちゃうから。うん。うん。ああ、いろいろ。ほんで、街中は結構近いから、あそこ、吉原ね。うん。明治通りのちょっと歩いて、ちょっと曲げれば、もう吉原だから、あそこ。僕行ったことあるのはね、まあ、いつも通り行ったことがある、そのブランド池袋ね。池袋の線路沿いのとこの、あるね、P-パルコの前通って行って、ある、家庭日か、ね。新聞は何時代に行ったんだっけな、あそこ。あそこもよかったな、うん。その新聞配達って昼間時間空いてっからさ、昼間。うん。入館は2時半からなんでね、その時間、空いてる時間に行ったんだ、僕。新聞配信やってる頃、うん、あったいい思い出。新聞配達時代の思い出はそれですね、やっぱり僕のもう20代はもう10年以上前だけどね、20年は経たないよ、十数年前か。あの頃新聞配達の頃のいい思い出はそれね、昼の空いてる時間に、うん、配達のない時間にサブランドに行ったの、あのいい経験だった、今思っても。ああ、よかったよな、ほんと。あそこだったらこんな僕でもね、可愛い子がサービスしてくれんだもん。嬉しかった。はい、ありがとうね、前泉さん。前泉さん、詳しいね。前泉さんは動物のことと、性風俗に詳しいんですね。うん。動物。うん、さて、じゃあもう一本、もう一本。今日は、昨日は遅かったんで、一本とか、今日は2本飲もうから、2本。ハイボールね。じゃあもう一本持ってくんね。50分、8500円。うん。ありがとうございます。うん。ソープランドはさ、夢の国だもんな、ほんと。わかる、調べて、ちゃんと調べてね。行けそうだったら行かない、行こうかなと。1万円だと嬉しくないからね。入浴料、サービス料込めて1万円だったら、行ってみたいなと思ったもん、ほんと。ソープはさ、絶対2万弱だもん、大抵ね、ほんとね。うん。1万金なんてちょっとわかんない。ちゃんと調べわかんないから、ちゃんと確実に大丈夫だったら行ってみたいね、ほんとね。行けそうだったらね。それだったら、1万金だってほんと嬉しいな。女の子にサービスしてもらって。そればっかだけど、しょうがない僕。それは、それしかない僕は、ほんと。現実しないじゃん、女の子にサービスなんかしてもらえねえもんな。あやまあそれそうだ、付き合ったことないんだもんな。どこ近づいてくる女がさ、ババアだしさ、嫌だよ、ほんと。やっぱソープランド限る、ソープランド。ババアってよく言うけどさ、結構そこそこ、僕からしたら、ね、いい感じだからね。うん。やっぱソープランド、夢の国。
宝くじ当たったらソフランド、これは決まりでしょ。そんなやつバカみたいに海外旅行なんか行きたかねえよ。バカみたいにさ行きたかねえ。海外旅行行く金があるならその金僕ソープランドに行って使いたいねいつも言ってくるね。あのどこの外国だってさ、日本とかでさ治安悪いでしょ、あれね、怖いし。そんな物騒なとこ行くんだったら最初から雪袋とか新宿のお手頃あんじゃん、ソープランド行った方がいいと思うよ。うん、わざわざ大金かけて飛行機乗って外国行くんだって言うより、うん、大丈夫よ、うん、ありがとう。でそういうのがありがとうね、前泉さんありがとうね、情報ね、うん、僕大まだ大好き。あの子の名前よくない名前。なんとか鈴ちゃんいいじゃん、最若い女の子鈴ちゃん。なんだかな鈴ちゃん、女の子二十歳ぐらいだっけ女の子。ああいう子は多分いないと、いないにしてもさいいよね。いたら嬉しいな、ソープランドにな。すずちゃんみたいな女の子がいたらね、いるわけないけどな。ああ、でも、うん。そうね、うん。でも、前泉さん、船橋だもんな。行くの大変だよな、船橋だったらね。どうしようかな。僕、町田にも家あるからさ、部屋あるんで。船橋から買うのが大変だよな。国内で、うん、そうね。もう国内行ったことない、待って、本州以外行ったことないからさ、うん、本州もないからね、本州も。本州だって、広島とか行ったことないもん。広島には、なんだっけ、日本三景の秋の宮島だけど、そこ行ったことないもん。日本三景行ったことあるのは、あれ、宮城の松島と、京都の天橋立しかないからね。だ本州も全部回ってないから。まずは本州も、本州。本州の広島の秋の宮島見てみたいな。日本三景ぐらいは一回見てみたいもんね。日本三景。オフ会は、大川さんどうもね。今日はハイボール飲んでます。ありがとうございます。オフ会はさ、だからシャンプーの時に来れる人来ていいからね、シャンプーの時。奥多摩小屋なんかもさ、よかった、僕登るって言ってる時にさ、一緒にね、一緒に先に登っといてさ、あっちのとこで待っててもいいじゃん。それでもそういう、うん、そういうのできるんやんね。うん。僕、アウトドアしてるんで、ね。今日はね、ウノ花。想像よりウノ花と、あれ。ホルモン、島町はね、うん、長ネギか、うん、今日長ネギ食べて、あ、うまい。てか、ここ、うん、難しいか、オフ会。長ネギうめえじゃん。
島町の本当は食べ終わったけどさ、その油と一緒に絡まって長ネギもいい感じにうまい、うん、いやもう一本持ってこいよ、もう一本ね、うん、まだネギがあるから。じゃあ宝の焼酎ハイボール、じゃあ2本目持ってこようか。うん、ありがとうね。あ、いい感じだね。お母さん、よかった、来てくれて。お母さん、半分はね、分かんなかったもん。Facebook でオーカーで登録してるってことはね、本名だったんだ。知らなかったよね。うの花もいいね、これね。枝豆よりうの花。じゃもう一本持ってこ、もう一本。もう一本持ってきます。ハイボールでも、お母さん死んじゃったんだよな。まだお母さんはそのまま来てるからさ、まあ別に誰いるくらいないから、結局帰ってこれなかった、帰らなくてごめんなさいお母さん。結局お母さんと親元離れて家出て戻ることなかった、両親ともに死んじゃったしたけども、ああしょうがないけどね、ああああ帰れなかった、ずっと一人でさせちゃってごめんねお母さん。うんこじゃないよ、これハイボール取ってきたんだよ、うん、あ2本目、じゃあ今日はハイボールです、乾杯。なんだ平日かできない、ごめんね、ありがとう、残念、ありがとう、知らせてくれて、平日じゃ無理だ、うん、ごめんなさい、でも教えてくれてありがとう。やっぱ平日は来る人いないからね、そういうのやってんだね、ありがとう、教えてくれて。ああ、そうか、やっぱ。普通にやっても土日とか祝日はしとくもんな。どんな状況もそうだもんな。うん。ありがとう、教えてくれて、ありがとう。長ネギ。島町と一緒に食べた長ネギ、大川さん、奥さんと子供いるからね、うん、仕事はね、あれ普通に、え、普通に明日は仕事だよ、普通に。宝くじ当たったの、そのブランド。これは間違いないね。宝くじ当たったらそのブランド行こうね。そんなバカなことは使わない、僕はそんな青いそのブランド行く。そんな青いそのブランド3億円とか当たったらさ、そんな青いバカなことに使わないでそのブランドに使う、絶対それが一番いいよ、ほんと
ソープランド使う方が一番有意義だよね。変な旅行とこに旅行行くの考えたらさ、女の子にサービスしてもらって気持ちよくなるって最高じゃないかあれ。治安もあるし外国はさ、ソープランド夢があるよ、夢が。ああいいな、ほんとたまんない。ああソープランド行けば女の子の裸見れるんだよね。その見てる女の子の裸のその女の子がさ自分に近づいてきてサービスしてくれんだよ、あれ触んないよあれね。えソープランドってすげえいいよ、ほんとほんと余裕があったら何で生きてよ、ほんとね。ほんとどんどん外国は行きたいと思わない、どこもどんなか行きたいって言ったことないけどさ、どこも行きたいと思わないけど、お金があったらソープランド行きたい。ソープランドや、どんなか、今の僕はそう、うん。どんな外国もね、ソープランドにはかなわない。ソープランドに言えばさ、可愛い子がサービスしてくれるんだよ。もう買わないんだ、僕。なんか。軽症で当たった場合、もうラジオっ子だからラジオ聞いててさ、メールとかはがき出すんで、それで当たる場合もあるんだよ、そういうので。まあいつも言ってように、そうよ、今ラジオとかでさ、あんもんね、宝くじのプレゼントって。それが、そういうのでプレゼント、宝くじ当たって、その手に入った宝くじが、で当たった場合ね、嬉しいよね。自分じゃ買わないっていうせこいかもしんないけどね、まあしょうがないですね、うん、結構そんなそういうラジオ TBS ラジオなんかでもね結構やってるよ、あれスペシャルウィークの時なんかね、ラジオあれ宝くじプレゼントとかね、うん、ああいうもんでねもら手に入ってのが高額当選したらたまんないよね、うん、行かないとでもさ行くんじゃんそれなりにお金かかるからさね、はい、うん、まあ、あ海外旅行かね、一回もないんだ僕。でも海外以前に僕本州行ってない、本州福島新潟よりも北にないしないからね、あと兵庫県よりもだね、阿古は兵庫県だもんな、兵庫県よりもにしないんで。うん。そうよ。ないかも、ほんとね。北は福島、新潟。あいや、やいよ。じゃないよ。仙台行ってる、宮城県か。あ、松島行ってんだ。松島より少ないから、松島海岸より行ったことないんで。松島海岸よりないし。うん、日本海側、新潟より来たね。うん。こっちだったら、あれ。阿古だから兵庫県より西も行ったことない。うん。ないね。この本州でも行きたいとこいっぱいあるもんね、本州。本州でも行きたいとこいっぱいある。本州。でも羨ましい、路線バスの旅なんか見てるとさ、あれ、恵比寿さんとかさ、田川さんなんか2人でなんかいろいろ行って回ってもんね。四国も行ったら九州も行ったしな、いいなと思って見てる。僕は本当、本州すら回ったことないとこいっぱいあるんで、本州すら、岡山とか広島とかさ、山口とか行ったことないからね。東北もそうだよ、宮城県しかない、宮城県まで、あとは何行ったことないもんな、と。やるけど、うん、夏島行かないから。福島はね、中学の高校からあれ。中学かあれ。中学だったかな。福島のあれ。うん、いいか、あってね。福島は中学の、
林間学校っていうのイベントで学校宿泊で行ったことあるんだ。福島は、あ、そう、うん、福島。あ、どうも奥沢さん、どうもね。福島はそうよ、うん、学校料理、学校の宿泊研修かなんかで宿泊のイベントで行ったことあります、福島は。あ、なんか鶴ヶ城とか見てね、うん、あれ五色沼とかあの辺みたいね、確か中学だったかな、確か中学だったと思うな、うん、中学、うん、中学の時も、え、中学2年か、中学2年のその宿泊研修みたいなやつで福島の方行ったんで、3年、中学3年の修学旅行が面白いことにあれ川口湖だったんだ、僕のとこは。高校は高校、そう、うん、高校修学旅行は京都なのか。枠沢さんは福島ってことは修学旅行どこで、やっぱ東京かな、枠沢さんとか東北の人って修学旅行どうなんだろうな、わかんないな。どうだし、ありがとう、あ、前住さん情報ありがとうね、うん、ありがとう、信長というソープブランドね、うん、吉村、ありがとうね、うん、ありがとうね、あ、いい感じだね、あ、もう今日生き返りやってるかもしれないね、でもありがとうね、うん、吉原の信長というソブランド 60% 総額1万300円か、うん、うん、ありがとう、うん、あー、たまんない、あ、30代十分だよ、僕は全然若いじゃん、十分よ、もう活用が最大もう46だからさ同年代だってそんなにいいよね、うん、実際かどうかわかんないけどね、実際は、うん、1万超えても実際が そこそこ額だからな、なんか別にね、でもソープランド本当にいいもんだよ、ソープランド嬉しい、だって女の子なんかがいるんだもん、そういう、あそこには女の子をサービスしてくれるんだよ、たまんないよね、そう、ソープランドには夢があるからさ、うん、ね、おまたの夢ね、明日は行かないよ、そんなすぐにはね、いろいろね、すぐには行けないよ、そんなもん、仕事あるしね、うん、まあ長い目で見て、長い目で、僕なんか現実社会じゃ女の子に相手にされないからさ、でそんこんな僕でもソープランドに行けば可愛い子がサービスしてくれるんだよ、それだけたまんない、あ、そうなんだ、前澄さんそうなんだ、ありがとうね、うん、
いいよね。そうよ、実際行ったら金かかっちゃうもんな。ホームページ見るだけだから金かかんないもんな。可愛いよな、女の子はね。そうです、うん、ありがとうね、前住さん。で、しまちょい炒め、これでおしまい。しまちょい炒め、おしまい。あと、おからがあります、おから。そういう、僕は本当、僕にとって、じゃあ今度はね、そんなわけで、ソープランドで気持ちが高まったところで、僕の永遠のオナペット、山口百恵ちゃんの歌を歌おうか、永遠のオナペット。百恵ちゃんはさ、21歳でさ、結婚に対したってさ、その後一切表出ないからさ、永遠なわけ。僕の百恵ちゃんはさ、実際はさ、そりゃもう60近いおばさんだろうけどさ、もう。でも、僕の中ではもうね、もう21歳の女の子のままなんで、永遠のナベットなんで、百恵ちゃん。そんな思い込めて今度は、百恵ちゃんの名曲歌おうかな。僕の勝彦さんの永遠のナベット、山口百恵ちゃん。うん。これ歌おうか。永遠のナベット。青い限りと歌うか、青い限りと。青い限り。青い限り。エンジェルスリーカの、ね、情報ありがとう。じゃあ、青い限りといきます。青い果実歌詞、あなたの望む、あなたが望むなら、私何をされてもいいわ、いけない、娘だと噂されてもいい、恋した時に。体の隅で別の私が目を覚ますの、大きな胸に抱き止められて、綺麗な涙こぼすのよ、そばにいれば、そばにいれば、誰も怖くない。あなたが望むなら、私何をされてもいいわ。いけない娘だと噂されてもいい。恋した時に、心の中で別の私に生まれ変わる、恥ずかしそうに薄目を開けて、初めて染みつ
打ち明ける、そばにいれば、そばにいれば何も欲しくない、あなたが望むなら私何をされてもいいわ、いけない娘だと噂されてもいい。すごい歌詞だねこれね、青い果実。うん、どうも、あきこちゃんおやすみね。うん、すごい歌詞だね、桃井ちゃんの青い果実。これはすごいよねこれね。おやすみなさい。何をされてもいいのかたまんないの。あれ、すずちゃんにね、何をされてもいいってたまんないよね、あれ。あのすずちゃん。なんとかいるよね、すずちゃん。あの子。あの子にね、何をされてもいい。かつひこさんだったら、何をされてもいいわって言われたらたまんないよね。ありえないけどさ。すずちゃんいるよね、あの女の子。なんとかすずちゃん。いるよね。鈴ちゃんに。あの子今僕のナペットとして急に上がってきて、こう、あの子。あの子かわいいなと思って。あ、なんとか鈴ちゃんいるよね。あ、白瀬すずちゃんだ、白瀬すずちゃん。あの子にそんなことたまんないね。白瀬すずちゃんに、勝彦さんだったら私何でもしてあげるわって言われてたまんねえよ、ほんと。ありえないよな。白瀬すずちゃんかわいいな。多分僕とは年齢はダブルスコアかもしんないけどね。まあ間違いないやな。かわいいね、白瀬すずちゃん。あの子かわいい。僕の今の一番のオナペットです。白瀬すずちゃんは勝彦さんの今の一番の女ペットです。かわいいね、あの子ね。アリスちゃんよりね、もうすずちゃんの方がいいね、僕はな。若い分そういや、若さにはかなわないよね。すずちゃんかわいいね。あんな子がにサービスしてもらってたまんないね。ありがとう。草田さんありがとう。似合ってるから、ありがとうね。すずちゃんのおもたを舐めてるの想像しよう。あ、たまんない。かわいいな、女の子はね。うん、あの頃の年頃の子はかわいいよな、ほんとね。うん、あ、もう自由になっちゃう、何がやいって。ダメなんですよ。桃井ちゃんの子供は結婚しないのかな、早くね。桃井ちゃんの子供だって、もう30過ぎてるもんね、桃井ちゃんの子供。いいよね、2人の男の子いるけどね、結婚したって聞かないな。でもよかった、ももえちゃんね、ともかずさんという素敵な人が出てきてさ。ちょっとわかんない、本田美優ちゃん、ちょっとわかんない、僕。ちょっと、それは、ちょっと本田っていうのわかんない、僕。今の僕には全然わかんない。全然わかんないよ、本田美優ちゃん。全然わかんない。多分
奥沢さんはさ、テレビっ子だ、テレビ見てんだね、ほんと。あんまリアルでテレビ見ないんだよ、ね、ある程度さ、世間で人気になったのが YouTube にアップされてんのは見るけどさ、リアルで見ないのよくわかんないんだよね。ごめんね。実はラジオだからさ、ラジオっ子なんで。結局僕はそうだった。チャンネル権なかったからな。中学の頃からだったな。見たいテレビは見らんなかったもんね、今。そう、見たいの。見たいテレビが見れねえんだったらさ、ラジオでいいやってことで、それで僕、親とは遠ざかったんだよ。そう。テレビってライトのところで高いからね。ああ、わかった。それでわかった。ありがとう。振り足か。あ、ほんとだ。あ、みんな。家族みんな、兄弟みんな振り足やってる子だよね。お兄さんが一番ね、そうだね。あれ、そうだね。あ、それでわかった。ありがとうね。そうだね、そうだね。もうみんなそうだね。兄弟全員、全員かな。僕みんなやってんだよね。あれ、フィギュアスケートね。あ、その子か、ホンダ。一番有名、ホンダマリンちゃんだよね。あれ、マリンちゃんね、一番有名なのやつ。その妹かな、ね。あ、それでわかった。全然わかんない。もうホンダマリンちゃんしかわかんないんだ、僕。マリンちゃんしか。あれが一番メディアで出てるもんね。マリンちゃんね。長男が男の子でね、あの子もフィギュアスケートやっててね、ずっと妹もみんなやってんだよな、あれね。それはわかる。あ、それでわかった。ありがとうね。うん。あれか。まあ、かわいいね、女の子はね。かわいい。でもあの兄弟、あれは兄弟いっぱいいいなぐらいいたら、この時代にね。結構5人ぐらいでしょ、あの兄弟、ホンダ兄弟ってね、全部でね。そうだな、みんなそう、一人さ、やたり前だもん、今の時代ね。ホンダ兄弟ってあんぐらい言えば、ね、いいと思うよ、僕は。ね、みんなそう、一人二人やたり前だもん、今。せっかく相手がいるのにさ、一人が少なかったりな。情けねえよな、ほんと。そうね、大丈夫、大丈夫、動画アップしてっからね。動画の方見てね、うん。若田さん、夜勤の仕事やったんだ。現実です。僕は夜勤はないです、夜勤は。うん、遅すぎて残業ね。昼間が続いて。そう、僕は残業、うん。夜勤の経験はない。今日はハイボールです。まだ考えない。あ、もう12になっちゃうね。なんとか12時前には終わらせよう。はい、乾杯。今日は最後ハイボール。もう毎日動画アップしてますんで、生きてる限りやったらやる。なかったら死んだと思っていいからね、うん、なかったら死んだと思っていいよ。あ、勝彦さん死んだんだなって、それでいいからね。生存確認の一環で毎日こんな風におまたのこと考えながら飲んでます今考えたおまたはね、白瀬すずちゃんのおまた考えながら飲んでます。白瀬すずちゃんのおまた可愛いね、あの子ね、うん、白瀬アリスちゃんよりすずちゃんの方がいいな、僕はな。
愛いよね、女の子ね。可愛いよ。可愛い。知る、あの子なんだろうね、あの子。いろいろ動画見てたネットで、あの、キハヤフルっていう映画が、映画みたいな、あの子のブレイクはね。奥沢さんが友達登録してるね、友達登録、うん、エンジンシリーズはどうもありがとうね。だってもうそれしか死ぬんだもんな。生きてる間に生きたとこ行った方がいいよね。どうせ死ぬんだもんな、どうせ死ぬんだから生きてる間に生きたとこ行った方がいいや。なんだ。あ、松雪泰子はあれで有名なんだ、確かあれ。佐賀県出身をさ、隠してることで有名だった人たちがあるぞ。なるほどね。松雪泰子って。ね。佐賀出身を隠してることで有名だったんだな。あ、そうね、待ってますよ。うん、少しずつでいいからね。おやすみなさいね。今日は長かったね、やっぱね。明日も仕事ができたみたいな。いつものように先がなく、おまたの音考えながら、おやすみなさい。Muy bonito, ¿eh? Bueno, dale muy bien a la chata. O todo, Samu, o casa, o no, o no, ni nada, ¿verdad? Samu, sí, que no se van a... ¿Ne? Mae, mi nada, que se venda.みんな疲れ死ぬんだよ。あ、しょうがない。もう家を出てる間にみんな死んじゃった感じだね。考えたらね。まあしょうがない。
みんなお父さんごめんなさい、お母さんごめんなさい、いつもそう思ってる僕、この部屋に帰るたびにいつもお母さんごめんなさい、お父さんごめんなさいって一回帰れなかったもんな僕な。しょうがない。一回帰れなかった。しょうがない。人はそれぞれお互い様だからさ、ね、生きてればいろんなことあるさ。それだけの話。勝彦さんみたいに右京心の親友に合わない人もいればさ、ね、いろいろあっていいんだ。それでいろいろあっていいんだ。いろいろあるほうがいいもんな。生きるとそうよ。いろいろあっていいんだ。全部すべてに人が同じ生き方したらつまんないもんね。いろんな生き方があるから楽しいんだ、ね、そう思ってこれ大事よね、うん、いろいろあるからいいの。自分はこういう生き方でも私はこういう生き方でも僕はこんな生き方、いろんな生き方あるんです。生き方にね、バスペケはないからね。バスはどんな生き方、一人の人間の生き方にペケはありませんからね。そのバッテンはありませんからね。その人間こういう生き方をしただからね、それでいいんですよ。生き方に正解も不正解もありません。これ大事、本当大事。まあ人生悩んでる人、それね、忘れないようにね。人間の生き方にね、ペケはありませんから、バッテはありません。その人はこういう生き方をした、それだけだけ。そう、ね。だからいいんですよ、ね。いろんな生き方をする人がこの世にはいるからさ、面白いんですよ、世の中って。そう思ってくださいね。今本当精神的に苦しんでる人いたらさ、それを思ってください。人間の生き方にね、ペックもなければ丸もないからさね。それしか生きてる生き方だけがあるだけ。それが正しいとか間違ってるっていうものはさ、そんなもんさ、後世の人間がどう鼻くそ程度の時間つぶしに考える話なんで、そんなもんどうでもいいからさ、人間の生き方に丸罰はないからさ、ね、あ、どうも、和久田さん、ありがとうね。これ大事よ、ほんと。ね。僕はこういう生き方してるんだよ。常にお前たのこと考える、こういう生き方。ね。いろいろあるんです、人間の生き方にね。丸いバスもありません。丸いバスはね、後世の後日の人が片付けるだけの話なんで。それがちょっと受け入れられない人が僕精神病になるんだろうと思うんだ。わかんない人がね、うん。それはそれないように。人間ってそういうもん。生きるってそういうことだ。生きるってそういうことだからさ、生きるって。生きるとは、この世に生まれて死なないだけの話。そうよ。生きるとは、この世に生まれて死なないだけの話。この世に生まれて死ぬまでの間の出来事。どうせいつか死ぬ、どうせいつか死ぬからさ。いろんな考えがある。これが持ってれば大丈夫。僕みたいにね、毎日生きていきます。生きるってそういうことよ、ある。そういうこと。ああ、もう0時もやっちゃった。なんやかんやで。0時も。いや、そろそろ終わります。おやすみなさい。おやすみ。和久沢さん、最後までありがとう。おやすみね。じゃあ、これで本当は今、もう、今日はね、宝のこのハイボール2本飲みました。
ではまた終わります。おやすみなさい。終わります。ではまた。ありがとう。